SF レコーズの週一テレフォン会議。デザイナーでブロガーのベーコンです。ミュージシャンでブロガーの青柳優衣です。よろしくお願いします。はい、この番組は SF レコーズの革新的な新企画ファントームプロジェクトの週一会議を公開する番組です。今週のニュースや出来事の情報交換をしていきます。はい、お願いします。はい、よろしくお願いします。はい、はい、今週はですね、あ、明けましておめでとうございます。あ、明けましておめでとうございます。12月からお送りしております。はい、過去から今年もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。これ普段やることないから、人生でね、初ですけど。そうだね。はい、私はちょっとありますけどね。ラジオね。はい、今日はなんかSNS に使える小技みたいなのを紹介しているブログを見つけて、それがすごい良かったという話にしようかなと思ってますけど、はい、はい、でこれどういうのかというと、データを見続けて6年、ウェブ編集者が知っておくべき13のルールというタイトル。はい、ウェブ編集者で、この書いてる人もYahoo Japanやバズフィードジャパンで、うん、編集目標設定評価などをしてきたという人で、これ結構今バズっている記事、12月、そうですね、はい、24日に書かれている記事で、その後ぐらいにちょっとバズっている記事だったと思うんですね。ライターのヨッピーさんがねツイートしてて見つけたんですよ、私。ああ、そうですか、そうですか。そう、今ねハーチューとヨッピーさんが話題になってますけどね。はい、まさしくバズフィードジャパンから。そうか、だからね、その、ね、記事でどういうのがバズるのかみたいな話を書いている記事ですね。うん、はい、これでなんか良かったところをちょっといろいろ話していきたいなと思ってるんだけど、はいはい、この中にあったいいサムネの条件、これいいですよね。良かった。てかこの記事もね全部良くて、知ってることも多いし、実感として使ってることとかも多いけど、うん、その確認にもなるし、あと知らないこともありました。はいはいはい、いや結構いいよ、はい、本当いいと思う。同じくですけど、うん、はい、いいサムネの条件が、はい、いいサムネとはユーザーの目に留まる知りたい気持ちを後押しするサムネ、クリック率を高めるサムネっていう風に書いてて、うん、これいいですよね。一番最初に書いてるのが人の顔出しは鉄板っていうのがあって、人の顔出し鉄板ですね、はい、これやっぱね、でどういう時に使うかっていうのが結構ね、これミュージシャンに向けの番組としては難しいところがあると思うんだけど、なんかどっかそういう想定できるところありますか？私が使ったことあるのは、うんうん、Facebook で広告出した時とかね。ちょっと、ちょっと特殊ですね。はい、特殊だっかだけど、うんうん、まあでもその画像をこう何かウェブに出してクリックしてほしい時、うん、例えばまあ、うん、Twitter とか Facebook で YouTube へのリンク飛ばしたい時とかだよね。ああ、そうだね。その時とか、まあ顔出しっていうのはちょっと違うかもしれないけど、今回その後これからサムネに出てくるのはいろいろある、うん、あれだよね。でもあとまあクリック率ももちろんこの記事では書いてるんだけど、純粋に見てもらいたい時っていうのがあると思うんだよね、うん、なので例えばライブやってきましたとか、はいはいはい、こういう感じでした、先日皆さんありがとうございましたみたいな書くじゃない、みんな、うん、とか告知でもいいよ。その時にやっぱ告知のすごいぼやっとしたものよりこういう条件があった方がいいと、まあ、今のだったら顔出しは鉄板、うん、だったら例えば12日とかいう記事で、来月12日ライブですってやったら顔出ししてなんかスタジオで撮ってるとか、なんかスタジオで楽器だけ撮ってるよりは顔出しして楽器持ってる方が多分いいでしょうとか、うん、いうのが多分顔出しは鉄板っていう話なのかなと思いますね。そのパッと見てもらうって話で、そのクリック以外の話でいうと、人の顔ってのが人間が認識する能力がすっごい高いっていう話がありますよね。ありますね。こう丸棒線とか書いてこれが顔に見えるっていうのは、うんうん、人がもう本能的に備わってる顔を認識するっていうのがね、能力が人は人間めちゃめちゃ高いっていうのがあって、あと車とかも人の顔に見えるようにあえて作ってたりするらしいですね。はい、事故なんで、はい、いや今言おうと思ったとっておきのやつだったから、それああそっかめっちゃブログに書いてたからああそうなの、書いてた、何回か書いてます。はい、そう、あ、それは多分同じソースから多分ね言われたと思ってね、そうだ、はい、大吾が言ってたと思うけどね、メンタリストの大吾がね、そうだ、そうかもしれない。それの顔に見えるから、車が顔に見えるから、人の目にパッて見えるから、事故がこう抑えられるっていうね、うん、交通事故を抑えるためにそういう風にあえて車の作りはそうしてるって話。うん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 。あとそのサムネイルで言うと、女の人の顔でそのカメラ目線のやつがいいって言われておりますね。ああ、まあね、女の人の方がね、みんなね、大体まあユーザーが男だった時は特にね、きっとそうなんだろうなとは思うけど、うん、そうなんですね。
もう一個次じゃあいきますよ。はい、はい、どんどんいくか、たくさんあるからね。はい、寒色系より暖色系、これは寒色っていうのは寒い色と書いて、うん、寒色ね、暖色、青とか、ね、はい、青とか緑とか、緑、うん、はい、で、ですね、じゃあこれね、大体暖色は赤とかオレンジね、はい、うん、サムネイル作るっていうことがなかなかないから、うん、これ後でさっきちょっと話して思ったけど、じゃあどういう場合があるかっていう時にあるなと思ったのが、例えばライブの写真を、過去のライブの写真をアップするとき、うん、その時にじゃあ、はいはいはい、照明が青いときより赤の方がいいんじゃないかみたいな、はい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 、その方がこう心理的にクリックとか、まあ、見てもらう、もっと読むを押してもらう確率が高いんじゃないのかっていう話だよね、うん、で写真ってすごいこう普通に撮っても、なんだろう、蛍光灯の色が青かったりとか、で照明だ、照明管と電球だったら赤かったりだとかするので、うん、それもまあ設定でできるけど、はいはいはい、なんかその辺をちょっといじってみるだとかだけでも効果があるのかもしれない。そうですね、どうせ明るくするんだね。うん、うん、あとクリック率だとの話をこの人はしてるから、寒色系より暖色系って話してるんだろうけど、目を引くって話で言うと、うん、そのデザインの逆の色だと目立つっていうのがあるよね。そのフェイスブックが 青基調のデザインだから、青とか入れたら目立たないと。青基調のフェイスブックだったら赤とかそれこそ暖色系を入れたら目立つみたいな、ね、逆に暖色系がメインのところだったら、まあ、ノートとかちょっと黄色っぽかったりするっけ、オレンジっぽかったりするかな、だからもしそういう黄色っぽいとか暖色っぽいとこだったら逆のね、あ、青とかの方が目立つ。そうだね、逆の色にした方が浮いて目立つっていうのがありますね。確かに、うん、そう、それも使ったりしますね、そういうテクニック。うん、その辺をね、いろいろテクニックがあって、その中でどれをこう適切なものを使っていくってやつだね、うん、その時その時にね、あったもの。そうか、確かにね。次、はい、そうだ、いきます。はい、はい、クリエイティブ素材より一般人っぽい投稿。あ、これね、結構ね、多分普通の人はもう馴染みないと思うんだよね。うん、これウェブ制作者向けなんだけど、クリエイティブ素材っていうのはなんかすごくよく撮られたなんか夕日だとか、はい、なんか結構まとめサイトとかにもあるんだけど、すごくよく撮られた外国人のなんかある種綺麗な写真、ビジネスマンだったり夕日だったり、なんか走ってるとか、なんかある程度こうフリーの素材だったり、まあ有料だったりして売ってるしてるんだけど、素材サイトから持ってきたことね、あのすごいいいカメラマンが撮ってるのね、うん、じゃなくて、それってなんかこうみんなこう広告っぽく見えるところもきっとあるんだろうね、はいはいはい、おそらくね。なので一般人っぽいとこうっていうのがありますね。自分が撮った写真の方がいい可能性があるということですね。そう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 、そうなので、めっちゃ写真上手くないから私の写真良くないわじゃなくて、まあ、もちろん写真良くないと良くないんだけど、うん、絶対写真が上手い人がの方がクリックだとか注目度が高いかっていう話ではないという、はいはいはい、なんか希望が持てる話、希望が持てる話ですね、うんうんうん、まあ、もちろんそのクリエイティブ素材の方がいい場面もそういう狙いを出すべき時もあるかもしれないけど、うん、そのクリック率が上がるサムネイルとしては一般っぽい方がいいって言われてるって話ですね。そうそうそう、データとしてそういうデータが出てるとらしいね、うん、そっか、なんとなく感覚としてはあるかもね、うん、うん、なんか素材だからクリックしないわみたいな時あるわ、確か、はいはいはい、そっか。次、はい、はい、内容全見せより内容チラ見せ、うんうんうん、はい、これもちょっとクリックに限定するところだよね。うん、そうだね、クリック限定、うんうん、ブログへのリンクとかの時ですね。そうだね、うん、まあ、そういう感じで、なんかこうブログの内容が全部分かるようなものより、ちょっとなんだろうな、この人ゲストですっていうのをちょっとゲストの顔隠すみたいな、うん、大物ゲストって書いてあるけどちょっと顔を隠すとか、なんかそういうようなきっとことが入ってくるのかな、ね、いいね、とてもいい例だなって今思いましたね。はい、ありがとうございました。次、テキストなしよりテキストあり。そうなんだね、やっぱりこれサムネイル作る場合だよね、要はね、結構ねこれ YouTube のさ、 YouTuber のサムネイルでしょこれは。そうだね、全部文字入ってね、ま、うちも入ってますけど、でもね、これあと今思ったの途中で、さっき、うん、いい方法があって、そのサムネイル作んないじゃん、はい、みんな Facebook とか Twitter でさ、わざわざ、ね、不自然じゃん、うん、まあ、作れるのは作った方がいいけど、じゃあどういう方法があるかって言ったら、うん、多分あなたやってたと思うけど、ライブの時に顔出しをして、はい、あと1日って、あ、やってるわ、やってた、ホワイトボードでやつって、あれ文字入ってるからね、文字入ってるね、あれじゃないですか、そういうことか、現実的で結構自然の中です、やっぱちょっとね、おうって思うところあるよ、うん、うん、これがそうなのかなと思ってます、ね、なるほどね、はい、ちょっと今北海道からお送りしてるから除雪車が走ってますけど、ウィンウィン行ってます。ほうほう、はい、次、はい、
いいサムネの条件最後、どこか不安定さを感じさせる。あ、これそうなんだって思ったね。これね、あ、これレベルちょっと高いなって思った。ちょっとこれ難しいよね。あの、あ、例としてはこの記事の中で見てほしいんですけど、おばあちゃんが自転車で転びそうになってる写真、うん、はいはいはい、簡単に言うとが写されて、この後転ぶのかなみたいな、タイヤが浮いてるから、うん、っていうような状態で多分それを見たくてクリックするところもあると思うんですよね、はいはいはい、なのですごくイエーみたいな写真よりなんかちょっとなんか不安定さ、なんだろうね不安定さって言ったらね、一般的にできる、まあ転びそうはいいけどね。書いてるのはスポーツでもバスケ自転車で何でもいいので動いていたりバランスを書く姿勢だったりっていう、安定さより不安定さですってここには書いてるね、ブログには。うん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 、でもそれはなんか分かる気がして、こうさっきのクリエイティブ素材の話にも近いのかな。あ、そうだね、近いよね。ちょっと綺麗すぎるよりちょっとバランス崩れてる方がちょっと気になるのかなっていうところがあるのかなっていう、こうカッコつけようと思ったらカチッとしたものをねやろうとしちゃうけど、そうだね、そうカッコつけるじゃなくてその効果を出したいならそっちの方がいいっていうね、うんうん、ね、これを全部やるのは難しいけど、これ意識しといてちょっとその時々でできることをちょっとずつやることによってちょっとずつ結果が出るってことなのかなっていうので、感心しましたね。感心しましたね、素晴らしいね、うん、なんかこうなんとなく思ってるけどこれをはっきり言ってもらうと、しかもデータ取ってる人が言われると、そうだね、あ、よかったんだと思うというのがいいサムネの条件でした。はい、はい、次まだもう一個だけありますね。何かというといい見出しの条件、いい見出し、うん、ここで言うねいい見出しというのは単純に記事内容を適切に表現しクリックされる見出しを指しますって書いてます、はいはい、なので、嘘はダメです。例えばすごい嘘を書いてクリックさせるっていうのは除外したっていう話です、はいはいはい。でまあ、これよく言われる中で一番最初に出てくるのが数字を入れるってやつね、うんうん、これよく出るよね。例えば何とかの3つの方法とか、はいはいはい、やりがちですね。ブロガーとしてもよくやってますけど、何千とかね、うん、なんか選ぶって書いて何千、ね、そう。でもこれね結構みんな やりたくないのよ。数字って入れるってことは何かを決断しないといけないからしんどいね。そうだね、うん、特にお金の話はもっていいよ、数字の中で。あ、なんか昔成人式の実行委員とかやった時もその予算を出してくれって言ったら、うん、予算を少なめっちゃ少なかったから20万ぐらいで成人式やってたから、うん、予算出してくれって、予算を書かせてくれって言って OK 出たんだけど、まあ、20万ぐらい、うん、そうなんだけどみんなねめんどくさいし計算しないといけないし、なんか予算少ない街でって言ったらどうですかみたいな、あ、そうクラウドファンディングやってる時のタイトルね、なんかめんどくさいから、はいはいはい、何のことだろう、はい、クラウドファンディングのタイトル、はい、すいません、はい、で目立ちたかったからね、その時に数字を入れるのが、うん、なんかそのお金の公開するから嫌っていうわけじゃなくてお金公開してもいいっていう話になってたんだけど、はいはい、なんかまあちょっとぼかしたいめんどくさいなみたいな、なんかその確定するのか計算した時に後で言われても嫌だしなみたいなのを含めて、うん、っていうのがあって、少ない町でいいんじゃないですかみたいな、予算少ないでいいんじゃないですかってこと言われちゃうんだな。その数字の素晴らしさっていうのね、いやいや、僕らみたいなブロガーからしたら、いやいや、パンチ弱い、パンチ弱いってね、そうそうそう、数字出さなきゃっていうなるよね。そうそうそう、だからパンチを出すっていうのが、数字はすごく大事だけど、そういう障害があるの、うん、でもこういうのね、理論が、データが出てるって言われたら、ちょっと説得できる気がします、そういう人。そうですね。はい。うん、はい、で、この記事に書いてあるのが、あと、偶数より奇数っていうのがあって、はいはいはい。これもね、なんか、いろんな説があって、最近、他のツイッターでも見たけど、人間は数字を見ると全部割りたくなると、うん、2で、はいはいはい、2で割りたくなる、なんかだから10って書いてるとなんか5になってなんか安心しちゃうみたいな、うん、本当かよ、確かにね、なんか本当かよ、でもなんとなく分かる気する、ね、分かるよね。 11とか言われたらさ、うん、いいのよね、こう、うん、11の方がクリックしたくなる気するもんな、ね、なんとなくだけどなんか、まあ、やっぱ357がいいですよみたいなはい、はい、やっぱ素数がいいような気するよね、うん、らしいです、はい。でじゃあ4つあるときどうするんだっていうときに、うん、あの3プラス1って書くらしいよ。それはねテクニックですね、テクニックですね、はい、らしいです、はい。まあ、ちょっとそのね普段の SNS の中でそれをやるのはなかなかあるかもしれないけど、うん、でも あるよ、普段話してるときもね、これもメンタリスト大吾にしたけど、はい、多分あのもう何も考えてなくても話が3つありますっていうのね、はい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 、でまだ思いついてないんだよ2個、うん、1個しか、でもその後頑張ってね2つ出すの話しながら、
で3つ出しますって最初に言うと結構食いつきが、まあ最初から予告されるからいいっていう効果もあるけど、やっぱ3って数字の魔力がすごくありますよって話をしてました、うん、はい、なるほどね、素数最強ってことです。はい、はい、はい、長かった。はい、次、うん、漢字を多用しない。はい、はい、結構あるよねこれね、多用してる人。これね結構ね、そのバランスとかは考えるけど、漢字を多用しないってバツンって言い切られたら、あ、そうかってなったよね。感覚的にあんまりやりすぎちゃ良くないよなとか思ってたけどさ、うん、あと英語の単語がいっぱいあったら、その全部英語の単語にしないでカタカナにできるとこあったら、その方が見やすいかなとかね、うん、あと逆に全部ひらがなだったら読みづらいとかね、うん、ああそうだね、そのでなんだろうな、絵としてのバランス漢字カタカナひらがな、うん、英語とかそういうのの、はいはいはい、その ぐしゃっとしてるか、うん、薄いかのねバランスみたいなね、文字ね、文字だけど、うん、こう絵として見るってことだよね、文字を絵として見た時のバランスが気にするところあるかもしれない、うん、ね、すごい黒かったらさ、漢字が多くて画数が多くて、うん、ちょっともう見ないわってなる時がやっぱりあるね、目に入ってこないというかね、はいはい、多分これの応用編というか親戚としては改行を多くするとかもあるんでしょうね、 Facebook、Twitter でも文章のね、うん、改行するってことが ね、 そうね、漢字を多用しない、はい、見やすく、うん、正しい文章より見やすい文章を目指すってことですね、はいはいはい、はい、次、肝となる言葉は見出しの冒頭に入れる。これは大事ですね。あ、これね、うちのツイッターで、ツイッターじゃない、 YouTube この番組でもやってますね。やってますね、よく議論になるやつですね、うん、まさにこの間話したばっかだね、このこと、ね、そうだね、前回のタイトルだよね、なんだっけ、ツイッター、そう、前回発明家 YouTuber に学ぶハッシュタグをつぶやかせてツイッターをバズらせる方法っていう風に最初はタイトルにつけようと思ってたんだよね。そうだ、でも発明家 YouTuber に学ぶっていうよりかはツイッターをバズらせるっていうのを最初持ってきた方が、うん、みんなの興味を引くんじゃないかっていう、ね、そうですね、やってましたっていうのを、うんうん、で入れ替えてやったんですよね。そうだそうだ、ツイッターをバズらせる方法を発明家 YouTuber に学ぶにしたっていうね、うんうん、入れ替え、そうだよね、そういうことか。ブログのタイトルとかでも結構気にしますよね、うん、こういうこと。そうだね、うんうんうん、そうですかそうですか。じゃあ次いきます。はい、はい、あ、これね、 Facebook はシンプルに括弧15から20文字ほど、これね、うんうん、これ次もあります、Twitter 投稿文文言は文字数あんまり関係なし、15文字も130文字もあまり変わらんって書いてます。15文字も130文字もあまり変わらない、ね、なんか逆かなと思ってたところがあって、うんうん、ツイッターってなんか、あ、ツイッターじゃない、フェイスブックって結構こうなんだろうな、距離が近い気がしてて知ってる人ばっかりだから、はいはいはい、ツイッターは直接会ったことない人が多いから、なんかこう、うん、読んでくれるのかなと思ってたけど、まあ、うん、そういう対象じゃないのかもしれないけどね、もしかしたら、Facebook ページなのかもしれないけど、でも、まあ、まあそうかもね、まあそうか、内容としては Facebook はシンプルの文字数、文字数が少ない方が、クリックされやすい、うん、なんかでもそれはね、うん、聞いたことあって、その読んでもらいやすいのところだったかな、はい、まあクリックされやすいか、見出しの話だもんね、うん、これ見出しの話だよね、いい見出しです、見出しが長いってこともないよね、でも20文字、あーそうか、見出しだもんね、でもさ、投稿、ツイッター投稿文言だからね、こっちはまあ投稿文言か、まあ、見出しだけど、でも Facebook の文章の、そうね、文章の話だよこれ多分と、うん、長い時は内容濃ければ逆に上がるみたいな、なんかね、最初15文字か20文字高いじゃん、読んでくれる、クリックしてくれる確率が、読んでくれる率高いね、うんうん、でちょっとの伸びてくる、50文字100文字40文字下がってくる、どんどん、うん、で400文字とかなんかね、何百文字かいったら上がるらしいんだよね、また難しいな、あ、でここはでも内容濃くなきゃダメみたいな、はあはあ、っていうのを前昔ネットで読んだことありますよ。じゃあまず基本的には短い方がいいって話だ、ね、そうだね、まず取り組むんだったら、うん、Facebook で宣伝をするんだったらシンプルに、そうですね、やった方がいいってことなんだね、うん、最近のツイッターの、あのツイッターじゃない、フェイスブックでこの間の企画のやつとかもう振り切ってめちゃくちゃ長く書いたんだけど、あ、内容濃くして2000字みたいなこと書いたんだけどそういうのをやったりもしてみましたけどね、どっちかってことね。で、うん、ツイッターの場合は関係ないんだね、ツイッター関係ない、意外でしたね、うん、うん、意外でしたね、ネチキルで、ね、そうなんだと思って、なんかね、ツイッターの運用の
仕方をさ言う人ってネットにいっぱいいるじゃない。はいはいはい。その中のなんか誰かのやつで、私のツイッターは、ある一つの方法を実行しただけでフォロワーがどんどん増えましたみたいな人がいて、うん、それはあの140文字いっぱい書くことですみたいな、うん、毎ツイート140文字いっぱい書けば勝手にフォロワー増えていきますみたいな書いてる人いて、うん、本当そんなことあるかいと思いながら実践してたんだけど全然増えなかったけどね全然増えないんかいと思ったけど、でもこの人はその15文字も130文字も変わらないって言ってるからね、うん、データの人が言ってるから、まあそうなんでしょうね。じゃあね、なんか全てはさ短ければいいと思ってたじゃん、うん、または伝わる、うん、ちゃんとなんだろう明確な整理されてればいいとかさ、 そこが最重要なのかなと、うん、要は開業がとか引きがあってとかじゃなくて文字数っていう、そうなんだ、まあデータが出てるのでそういうことなんですよね、うん、っていい見出しは以上ですね。以上です。でこれについてもうちょっと詳しいことがそのサイトにねすごく書いていて、はい、うん、まあ基本的には書いてるのは、まとめですね、これ多分ね、はい、どこで読み手にとっての疑問を作るかっていうのが大事、うん、つまりこの写真はどういうこと、不安定さとか、とかでね、あと理由とはって何とか、続きがどうなったのとかいうような疑問を見た人にとか見出しを読んだ人に、うん、思ってもらうっていうのが基本見出しやサムネイルを見た人がこう気になっちゃってクリックしちゃうっていうことですよね、うん、で気になるためにはまず見てもらうから、うん、読みづらかったりするのが NG、 漢字を使いすぎるとか、うん、で、まあ、心理学的に数字を見ると読みたくなっちゃうだとか、はいはいはい、なんかそういうところを合わさったっていうような内容ががっちりまとまっております。はいはい、ということですね。今日はこれの紹介でしたね。はい、はい、エンディングです。エンディングです。はい、今日データを見続けて6年ウェブ編集者が知っておくべき13のルールというのを見ました、うん、読みました。このさタイトルがさ、ブログの記事のタイトルがさ、そうそうそう、後で消すって最初に鍵括弧でこうついてるんですよ、うん、それがもうさ嘘じゃねえかと思ってさ、ね、嘘だよね、後で消すって書かれたら読みたくなるだからSNS で Twitter、Facebook でこうこのね記事のリンクを貼った時にで見出しが見えた時に、うん、後で消すでこのデータを見続けて6年ウェブ編集者がしておくべき13のルールって書かれたら、その13のルールちょっとでも気になる人は今すぐ見なきゃって思わされちゃうんだよね、はいはいはい、それのまとめ記事この後出るんじゃない、後で記事を使ったから上がりましたみたいななるほどね、実験的なことをしてましたみたいな、はい、それはちょっとね疑いの目で見ちゃいますけどね。見てます、ね、これ最初から思ってんだよね本当に、うん、なんで後で消すんだろう、確かに疑問出たわ。あとね、なんで後に消すんだろうって思ったの、はいはい、解決されたかったけど、ね、じゃあもう疑問、うん、そうだ、でも解決されない嘘を書いてるのは NG って書いてたけどね、そうだねまあ分かりませんけど、解決されてないのかな、うん、でも内容に説得力が高いから、そうだね、嘘も許しちゃうと思ってます。実際いい内容だったなってね、読まされて実際得しちゃってるから、こっちが得しちゃったからね、あ文句言えないいいのかな、得しちゃってるからこっち、思いました。はい、今年初めての放送でした2018年です。はい、はい、告知ありますか。1月になりましたね。今月1月28日日曜日、札幌のサウンドクルというライブハウスで私のバンドがやってます、いやバンドっていうかやってるんですけど、音楽やってるんですけど、自主企画やります。東京から4人組の女バンドチャイを呼んでやります。はい、札幌ですね。札幌のバンドも、4つぐらい出てワイワイやりますんで、うん、よかったら、ちょっとチケットがね売り切れそうで怖いっていう、この配信した頃どうなんだっていうね話ありますけど、うん、連絡ください、お待ちしてます。はい、あとですね、サラハで質問募集もしてますね。うん、はい、何か質問などがあれば、概要欄のサラハから質問してください。はい、はい、あとチャンネル登録と高評価もお願いします。はい、ぜひぜひ、はい、よろしくお願いしま す。ということで今週は以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。今年もよろしくお願いします。はい、お願いします。さよなら。